宇宙世紀100年、ジオン共和国の自治権の放棄に伴い、地球連邦政府は戦乱の消滅を宣言する。一年戦争以後に起きたジオンの残党を中心としたコロニー圏との戦乱もシャアの反乱以後収束し、連邦政府に対抗しうる組織がいなくなったと言えた。だが地球圏での支配体制を確固たるものにした地球連邦政府は、それに比例するように組織の中も腐敗してしまう。政府高官は特権意識を高め、許可もなく居住している不法居住者を人狩りとも呼ばれる強引な手段で宇宙に送り出していたのだ。時に宇宙世紀105年、それは時代が望んだのではなく、人が歴史を重ねる上での必然だったのかもしれない。腐敗した連邦の体制を打破すべく、クワック・サルバーによって設立されたマフティと名乗る秘密結社がレジスタンス活動を始める。そのマフティを指揮する人物の名はマフティ・ナビーユ・エリン、正当な預言者の王という意味を持つ。その人物の正体は、かつてシャアの反乱で戦った少年ハサウェイ・ノアであった。後にマフティ動乱と呼ばれる戦い、クシーの名を冠した新たなガンダムの戦いが始まろうとしていた。
悪いことは言わない。出直してきた方がいいぞ。迂闊だな、のこのこ出てきやがって。そちらがその気ならば遠慮しない。いつ奴は遊びじゃないんだ。容赦はしないぜ。こんなことで引き下がれるものか。ミスっちまったか。こいつは遊びじゃないんだ。容赦はしないぜ。さて、お手並み拝見と行こうじゃないか。さて、お手並み拝見と行こうじゃないか。この戦いで決着をつける。無駄だ。哀悼の意は表してやる。それで勘弁してくれ。逃がすもんかよ。ここまでか。仕留めてみせる。逃がすか。バカな。これほどのダメージが。
お手並み拝見と行こうじゃないか。こいつは遊びじゃないんだ。容赦はしないぜ。成功すれば容赦はしない。当たれ！バカな、これほどのダメージが。まさかそんなバカ正直に出てきてくれるとはな。さっさと沈めよう。あくびでもしてたのか。好きなだけだぞ。
遅い。そろそろとどめとさせてもらうぜ。落ちろ。何？悪いことは言わない。出直してきた方がいいぞ。お見舞いしてやる。悪いがやらせてもらう。こんなやつばかりなら苦労はしないんだがな。俺の実力をもってすれば。貴様ごとき。行くぞ。沈め。
噂に聞くマフティーもこの程度か。
こだね。抵抗したって無駄さ。ただのテロリストと一緒にしないでもらいたいね。浅はかだな。お前の動きはお見通しだ。
かかる火の粉は振り払わないとな。悪いが落とすぜ。Thank you.
お前たちの好きにはさせるけよ。私はマフティエリンだ。諸君を無駄死にさせる意思はない。この機体に接触しないことを警告する。